野崎チャンネル。ちょっ。こんにちは。さあ今日はですね。はい。楽天編です。お、来ました。もうね、うん、余計な話しないんでね。はい、もうあの再生時間がだからもう何回も言いますけど、はい、再生時間の短い長いはそのチームが好きか興味あるか嫌いかそんなんじゃないんですよ。はい、無駄な話をするかしないかだけなんですよ、はい、長いやつはね、はい、大体違う話してますからね。あの長いやつは5分ぐらい違う話してからね。そうなんですよ。さあ今日は楽天です、はいはい、ね、うん、楽天なんか僕に言いたいことあるんですよね。そうですね、なんか絶対あれですね、去年も今年もそうですけど、うん、全く当てないですよ ね、 ね、全然違いますよね。なんか楽天の時は今年は佐藤俊介君って言ってたんですよ、うん、宮城県出身だしまあ佐藤やろうみたいな感じでしたけど、うん、野手行きましたね。でも乗ってきたや、確かにって言って。私も楽天の推しなんです。いや私素人なんでね。いや俺も素人よ。解説者じゃないですか、プロのね。はい、俺ドラフト評論家じゃないからね俺。あの、まあ、確かにそうですね、うん、そうですね。でも佐藤君はちょっと怪我してるっていうのもあって、そこがちょっとね、うん、評価ちょっと下がっちゃったっていうところもあるんだよ ね、 だから1位ではいかなかったですもんね。そうそうそう、うん、どこのチームもね、はい、ってなったところでよ、うん、1位がそう、ね、あ俺なんて言ってた、楽天そういや、まあ、右バッターが本当に補強ポイントだっていうのは、まあ右がね、自前の右がいないからね、うん、はい、うん、っていうのと、まあ、あと投手のやっぱり層をもうちょっと厚くしないといけないねって話をしてましたね、うんうんうん、はい、ほらじゃあ吉野、ね、当たってるよ。いやだから私も思いましたよ、あやっぱり右バッター取ってきたかと思いましたね。え、うん、しかもまあ1位でね、はい、でもこれちょっとびっくりしたね。びっくりした。だからあとはね、うん、その中日みたいに、うん、もう分かりやすいドラフト1位は野手行くって当てれるけど、うん、基本野手とかキャッチャーのドラフト1位は、うん、よっぽど情報が出てこない限り、うん、それは予想できないよ。そうですね、ほぼほぼピッチャーだから、うん、だから去年だってよ、あのほぼほぼ佐藤君がいたから野手っていうところが出てきたけど、うん、はい、ほぼほぼセリーグなんで佐藤君以外全員ピッチャーだからね。うん、でパリーグはあのソフトバンクの井上と西武の渡辺以外全員ピッチャーだから、うん、はい、要は去年も3人だけなの野手、うん、まだです。ピッチャーって何人いい人いてもいい、ね、困んないじゃんね。だから、うん、でもこの翔英高校のこう185cm78kgで細身なんだよね、はい、でもすごいパンチ力あって、うん、あの遠くに飛ばす能力高いから、うん、ここから多分体でかくなっていくから、うん、ここかなり面白いよね。そうです。でもやっぱ本人も1位っていうのは結構びっくりしたような表情でしたね。うん、やっぱそれびっくりすると思うよ、うん、さすがに。でも、うん、2巡目では残ってなかったかもしれない、はい、ああ、まあそのぐらい評価は良かったんですよね、やっぱり。だから日本ハムがね、うん、有園君行ったりしてるしね、はい、うんうん、で、正木君もね、はい、ソフトバンクが取ったりしてるから、うん、楽天とすると、うん、ウェーバー順が1,2,3,4,5,6,8番目だからね、はい、かなり遅めだから、はい、この吉野君が多分8番目まで残ってるってちょっと危うかったから、うん、もうそれだったら、うん、まあピッチャーね、うん、去年早川で高田、うん、藤井で内回って3人取ってるからね、はいはい、こいつらをどうにかしようっていうところでね、うん、もう今年は思い切って2位で残ってなんか困るけど、はい、1番の補強ポイントは右のやっぱり野手、はい、で自前で長距離ヒッター、うんうん、でその中で多分有園とか吉野とかそういうの中で含めて一番いいっていうところで、うん、多分吉野を行ったんだよね。だしやっぱり今までの楽天にいる右バッターとちょっとこうタイプ違いますよね、うんうん、ちょっとスラッとした感じの、うん、しかも走攻守ね優れた選手っていうところでね、はい、まあまあここはまあ2位でいけない。だからロッテの松川と一緒だね。やっぱウェーバー順が後ろすぎるんで、うん、2位でいけないところで、うん、まあ思い切ってね欲しいから1位でいこうっていうところで、うん、はい、非常にね独特な感じでも、はい、まあ、でもチームの補強ポイントにはぴったり、はい、うん、で2位が安田悠馬、はい、保守愛知大学から、うん、これも、うん、俺その後の情報で何気に古賀に匹敵するぐらいめっちゃいいよっていう、はい、私はもう古賀っていうのを聞いてたので、うん、大学は、うんうん、だからあ安田保守って言ったんだと思いましたね。いやこの急に評価がすごい上がってきたらしくて、はい、これは非常にいい戦略、うん、2位 で、はい、で今ちょっとね住谷も取ってきたり、うん、ちょっとキャッチャーパッとしないからね、はい、全体的にね住谷選手太田選手いますけどね、うん、でも打たへんからね、まあ、バッティングの方か、はい、うん、そうそうそう、だキャッチャー打つか勝つかだから、はい、そういったところでもね広角、うん、に本塁打を打つ左の大砲だから、うん、ひょっとしたらよ、うん、この松川とかもねここも取られたかもわかんないじゃんね。そうですね、うん、いないからも松川と安田で安田みたいなね、うんうん、で3位がね前田銀次、あれそう聞いたことあるな。そう私は超推してた選手ですよね、うん、でも西武ファンなんでしょ。そう西武ファンだからまあ西武にどうですかって言ってたんですけど、うんうん、ね楽天来ましたね、うん、しかも3位でそう銀次ばっかり銀次ます。そういや銀次3人になりましたね、うん、だから銀次ます赤身だよ
住谷、前田、銀次って銀次ですって銀次 T シャツ売ればいいんちゃう、あの銀色の、あ銀次センスとか、なんか銀色のシルバートリオとか、あなんかできそうですよね。でも銀次なんだからもう日本名でいこうよ、シルバーじゃなくて銀次の方がいいや、響きが、まあ、そうですね。でも登録名はきっと前田でしょうね。うん、前田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 ね、はい。あ、でもあれですよ、でもいいパワーね、31本塁打のここパワーヒッター、はい。ツイッターにあの NHK か何かが、静岡放送局が、うんうん、あの指名受けた時の瞬間の表情を出してたんですけど、めちゃくちゃ驚いて、めちゃくちゃ嬉しそうでした、うん、それはやっぱりね、はい、まあそれはファンと、うん、ファンはファンとしてやっぱり いけるっていうこともすごいからね、はい、プロに入れるっていうこともね、でも3位っていうのもすごいびっくりしたと思います、ね、目まん丸で、ね、見てみてください、すごいいい表情しました。だから高校生でだから吉野と前田を取って、うん、右だからね、はい、やっぱ右の外国人をやっぱなんとか育てようっていうところで、日本人ね、ああ外国人で言った、右の外国人を育てようって右の外国人みんなもう6本目だからね、はい、もう頭ごっちゃになってくるよね今日だってね、奇跡の12本取り行くからね、まだやっと今半分だから、はい、これ終わったらご飯食べようって言ってんだからね、そうですね、うん、はい、だここはやっぱ右、ね、右でね、はい、外省、はい、うん、で4位で対勝利、はい、勝利って書くんだね、そうなんです、神村学園から、うん、これあれですよ、あの離島、奄美大島出身で、うん、野球部がなくて部員一人っていう状況で練習してたんです、それはよく頑張ったね、はい、うん、でも高い潜在能力で、うんうん、いいね、はい、で5位松井智隆選手、投手、うん、金沢学院大学、はい、大学で急成長だった、うん、でもあれだね、タイ選手と松井選手で川口春奈取り合っちゃうね、2人とも川口春奈さん好きなんですか、書いてた、本当だ、人気取り合っちゃう、うん、本当ですね、うん、で6位、はい、西垣雅也、早稲田投手、西垣結構評価低かったね、うん、もうちょっと上位かと思ったけどね、はい、で7位吉川雄大、 JFA 西日本、うん、広島から制御力と打者に向かっていく気持ちの強さ、うん、ね、で育成が宮森聡投手、投手、うん、コーチファイティングドッグス、外野手柳沢、大空日大、藤沢、うん、で大河原翔、日大や2人と右だ、東海大山形、ほら外野手、外野手右右全員右、5人、これはね、うん、中日と一緒よ、はい、今の楽天 の右バッター、うん、特に外野、はい、もう本当に、うん、情けないよ、うん、こんな、うん、同じタイプ5人も取られてんだよ、4人、あ4人、うん、そんなことなかなかないからね、そうですね、うん、今のやつらがダメやって言われてるのと一緒だからね、必死で頑張んなきゃ、まあ、そうですね、出てるのが左ですからね、うんうん、でもよ、まあ、全員高校生だからすぐじゃないからね、そうだ本当だ、全員高校生だ、そう吉野前田ね、うん、この柳沢、はい、あ大河原全員高校生だから、うん、ここからね、まあ、4年ぐらいかけて、うん、しっかり育ててね、うん、一気にこう出てきて、うん、右バッターのね成熟度が生まればね、うん、非常に面白いし、そうですね、将来の楽天を担う人たち、うん、そうそう、でなんとか育っていこうっていうところでね、うん、分かりやすいで、キャッチャーの安田君もね非常にね、はい、評価能力高いし、うん、でこのね4位から7位までこの投手っていうのもね、はい、いいね、そうですね、もうこの1位から3位で、うん、もう欲しいところは全部取ったと、はい、で内野は正直いらないんだよ、うん、まあ三遊間は茂木小深田、うん、で最近山崎がね、はい、調子いいし ねでセカンド浅村いて、はい、で将来的には黒川が絶対出てくるからね、うんうん、でファーストは今鈴木大地いるけども、はい、まあ、ここはもう将来的には外国人を入れてくるから、うん、正直内野はもうね結構もう満帆ですね、いらないのよ、うん、そんな無理してね、はい、バラエティーも豊かにいるんでね、うん、まあ、右が欲しいなっていう思いもあるんだけど、うん、でもやっぱり一番はねやっぱ外野なんでね、うん、そういったところでは非常にねいい形の戦略だったし、はい、でこの4位から7位までの、うん、ピッチャーで、でまあ、1人ね、この対勝利選手がね、うん、高校生だけども、松井、西垣、吉川っていうところが大卒社会人なんで、うん、今のね、やっぱ今の投手陣も、うん、やっぱちょっと年齢がね、うん、上がってくると、そうそう次来るのがなかなか出てきてないから、うん、でまあ、リリーフもね、ちょっと松井がいなくなってからちょっとバタバタしてるから、はい、そういったところでは、このね、去年取った高田、藤井、内間っていうね、はい、この大卒社会人のピッチャーとともに松井、西垣、吉川がね、うん、うまく出てきてそこを埋めてくれたら、はい、まあ、速攻性もあることもできるし、うん、だからいい形でね取りたい人を前半で取りだから、うん、うまく今だから前半に取りたい人、うん、で後半に今のチームの欠点みたいなね、はい、感じのドラフトができたんじゃないのかな、すごく分かりやすいですね、そうそうそう、あとは本当にねチームの外野手の皆さん、はい、うん、本当に危機感持って練習した方が、オフ休むな、うん、
それぐらいの練習しないともうこんなのお前危機感しかないぞ。うん、一歩間違ったらこいつはそうだったら全員払えば越すからね。そういった意味ではね、うん、危機感を持って練習してもらいたいなっていうところと、はい、まあ、前半欲しい選手、後半ね、今のチームの欠点っていうところで、うん、まあ、うまく分かれてね、分かりやすいドラフトだったかなと、はい、でも1位の吉野君はちょっとびっくりしましたけどね。おお、そうですね、うん、まあ、吉野君も応援しますし、私は銀次君すごい応援してます、引きますよ、うん、疲れてますねあのやっぱ6本連続がちょっと疲れてますよね、はい、ちょっと疲れない、疲れちゃうね、まあ、そういったところでね、はい、この、ね、吉野、前田、うん、ね、で柳沢、大河原、全員高校生だから、はい、こいつらがね、チーム内ライバルで競い合ってね、うん、誰が一番最初に出てくるのがね、はい、ちょっと見ときたいですね。楽しみです。はい、うん。